こんばんばは今日は2022年6月2日木曜日です。はい、えー、とりあえず、とりあえずカレンダーねめくりましょう。まだ5月のカレンダーになっているのでめくりますよ。 はい。カレンダーめくって、6月になりました。<laughs> もう6月2日だけどね。本当は気のめくらなきゃいけない。なぜかめくってないという。はい、5月のカレンダーはこれ。ね、この感じです。まあ、100円ショップで買ってきたカレンダーなので、特に見せるようなもんでもないけど。<laughs> 何のデザインだろう。花。花は花だけど、よくわかんない花。あと、 なんか、スタンプのようなものはね、こうね、この辺に切手があって、スタンプがあるみたいな、そんな感じなのかなどういうことなんだろうはい。ということでした。以上。<laughs> はい。6月。えー、で、今日はちょっとね、実験です、また。何の実験かというと、紅茶の実験です。えー、もう、 紅茶入れて今10分ぐらい経っちゃったんだけど、なので、入れたての紅茶じゃないから味が落ちてると思うけど、紅茶って入れたてが一番美味しいんだよね。で、も時間が経つとどん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 味が落ちてくるらしいんだけど、とりあえず紅茶入れました。どんな紅茶を入れたかっていうとみ、今3つ入れてあるんです。2つ。3つね。で、入れ方全部違います。同じ、多分、日東紅茶かなんかの一番安い、安物の紅茶だけど、 スーパーとかで買える一番安い紅茶ね。ティーバッグの。一番安い紅茶だけど、えー、それを入れ方変えました。えー、一つは、3分。ね、3分で入れたのはこれ。で、2分。2分で入れたのがこれ。で、1分で入れたのがこれ。で、そのティーバッグっていうのは紅茶のね、えー、買ってきた紅茶の作り方には、1分で、 入れるのがちょうどいいっていうふうに書いてあるんでねで。1分だから、この一番時間の短い、これがね、ちょうどいいはずです、うん。で、まあ、その紅茶の入れ方の、そのサイトの記事とか読んだりすると、3分ぐらいね、ゆっくり時間かけて入れましょうみたいなのが書いてあるんでね。でもそれは、安物のティーバッグじゃなくて、ちゃんとした高級な紅茶の話です <laughs> リ。リーフティーみたいなね。ちゃんとしたお茶の場合は3分ぐらいね、ゆっくり。 入れた方がいい,んだろういいんだろうけど。安物。安物ってはどういうことかっていうと、まあほとんどクズみたいなね。<laughs> ちゃんとした高級な紅茶を作った後に残ったクズみたいな紅茶のゴミみたいなやつをね、ティーバッグに詰めてやってるやつなので、えー、短い時間すぐ出ちゃうんだよねで。それ以上入れると雑味がどんどん出てくるので美味しくなくなると。 ただ雑味っていうのは何かっていうと、苦味とかね、渋味とか、主に渋味なんだけど、渋味って何かっていうと、えー、タンニンなんだね、タンニン。で、苦味、苦味はカフェイン。渋味はタンニン。で、タンニンって何かっていうと、よく言われてる茶カテキンみたいな、ね、カテキンみたいなもの。いわゆるポリフェノール類。ね。えー、そういったようなもの。 抗酸化物質みたいな。だ健康にいいんだよね。単、渋みの成分がタンニ人ンでしょで、タンニ人はいろんな種類があって、その中にカテキンがあると。カテキンはよくね、緑茶とかに入って確かに緑茶が一番多いらしいんだよね。二番煎じの、二番煎二番茶か。二番茶の、えー、緑茶が一番多く含まれていると。で、まあ、それは渋みの成分だったりするんだけど、まあ、健康にいいと。 でそのじゃあカテキン、の殺菌作用があったりしてね、口臭に効くとか、そういう成分なんだけど、そのカテキン、も一応紅茶にも多少は入ってる。少ないんだけどねで。それを時間をかけることによってタンニンがたくさん出るってことは、まあ美味しくなるかどうかわかんないけど、健康にもいいのかもしれない。まあ、とか、私喋ってるうちにどんどん時間が過ぎてくるので <laughs>、とりあえず飲んでみましょう。まず味の違いから、薄いのから飲んだ方がいいよね。薄いのから。 てか、これ通常の入れ方、1分で入れた紅茶。ああ、うん。あの、温度はもうだいぶ下がってね、飲み頃なんだけど。うん、苦い。ああ、うん。<laughs> 苦いっていうか、1分だから一番薄いはずだけど、薄いって感じじゃなくてね、ちょうどいい出具合、うん。ちょうどよく出てるね。 ちなみに温度は夜間の、ていうかお湯の温度はね、最初にもう夜間ぐつぐつに立てて、多分100度近くはいってるお湯で入れてます。100度はいかないからね、95度ぐらい、90度、90度から95度ぐらいまでの熱々の、目いっぱい熱くしたお湯で入れてるんだけどね、この3つともね。とりあえず一番薄いのでも相当味は出てます。かなり出てる、味が。うん、ちょっと渋みもあります。 でも美味しい、すごく美味しいと思います。じゃあ次、2分で入れたもの。もう2分は時間オーバー。えー、通常2倍の時間で入れてるので、かなり濃くなってるはずですが、どうでしょうかね。2杯目、2杯目とか2分のやつ。ああ。おお。ストロングだ。結構くるね、これ。全然違うわ。濃いの飲んだ後薄いの飲んだ後絶対薄く感じるよ。 うん、一瞬にしてやっぱ違いが上がる。わかるぐらい味が違う。おおう,うん。やっぱ渋、かなり渋みが強まってて、こっち飲んだ後でこっち飲むと少しまろやかだなって感じるぐらい。うん、うん,ん,ん、うん。まあ、そんなに大きな違いない。でも飲み比べるとあ違うなっていうぐらい。 で確かにちょっと飲みづらさが出てきてるね、うん。やっぱ2分入れるとちょっと違います。問題は3分です。ね、通常のリーフティーだと、まあ、高級品のね、紅茶だと3分ぐらいちょうどいいって言われてる。でも、安物なので3分は入れすぎなんです。この入れすぎの3分の紅茶はどんなもんか。じゃあいただきます。おー うん。やっぱ違いめちゃめちゃ出る。これはもう超濃い。めちゃめちゃ濃い。うんうんうん。これ飲んで、これ飲んだらううん。美味しい。これすごく苦い。確かに苦い。 苦い、渋い。まあ苦みが強いかな。うん。うん、苦い。渋い。確かに苦い、渋い。うん。美味しいと言えるかどうか、微妙な感じなんだね、確かに。で、これこの超濃いやつを飲んだ後に、この薄いやつね、薄くはない。通常のやつ。 うん、やっぱ1分がちょうどいい。本当にちょうどいい。<laughs> あのー、美味しいかどうかっていうと、1分のは本当に美味しいって感じる。確かにね、味は全部一緒なんだよね。苦い、えー、渋い、苦さ、渋さ、全部あって、1分で入れたやつのそれなりに苦さ、渋さ入ってるけどね。あでも、全然違う。口当たりがいい。 こう最初の一口目をね、こうすすったときの。ん、うーんストロング、超ストロング。<laughs> こう2分のやつとも全然違うと思う。うん !2 分のですらまろやかに感じるぐらいこれが濃い。全然違うね。1分、2分、3分で味が全然変わっちゃう紅茶ね。ちょっと、どんな紅茶を作ったかっていうのは。はい。 えー、今入れたのはこれね。日東紅茶。デイアンドデイ。デイアンドデイティーバッグの紅茶です。で、今ちょっとね。あの、箱潰れちゃってんだけど、一応こんな、こんな感じのやつね。なぜ潰れてるかっていうと、これ <laughs>。あの、まあ台所とかキッチンに置いて、 えービニ、ビニール、ビニールフープというか、か小物、小物というか、ちょっとまあ、物を入れておくトレイとして使ってるから <laughs>、潰してあるんだけどね。<laughs> えー、ニット紅茶、こんな感じのパッケージのね。こんな感じのパッケージの。ニット紅茶、デイアンドデイ、100、100バックス、100バックス、ということね。えー、 100個入りです。1つにつき、確か1点、全部で 180g で100袋入ってるから、1つ、これね、これ1つで 1.8g です。1.8g。まあ、普通、まあ、いいやつだと 3g ぐらい入ってるのはいいやつだと思うんだけど、1.8、少し少なめ。少なめだけど、1分で十分ね。相当、 まあ一分でもまあまあ味の出る紅茶。ダストだよね。<laughs> ダストティーみたいな。えー、一気に3杯入れちゃったので私今日この、この時間に3杯飲むことになるんだけど。最近カフェイン立ちをしてて紅茶とか、えー、コーヒーとかね、ずっと飲まない生活してるんだけどね。ちょっと前までは どんぐらいだったっけもう1ヶ月ぐらいやってんのかな ?2 ヶ月、2ヶ月ぐらいやってるかもしれないけど。えー、そう、どんぐらいそう、3月ぐらいにやめたから、4、5、2ヶ月半ぐらい、まあ3ヶ月近くも、あの、紅茶はカフェイン立ちをしてんの、うんえー。ただ、完全に立ってるわけじゃなくて、今のペースだと2日に1ぺんぐらい、2日に1回ぐらいね、紅茶を。 ライブ配信の前とかに飲んだりしてんだだよねだからこの、今回飲む紅茶も2日ぶりぐらい飲むんだけど、紅茶というかカフェインね。えー、なので、一気に取りすぎると、<laughs> 急に取りすぎるとね、ちょっと、なんていうの、えー、神経がおかしくなるかもしれないけどね、テ,テンション上がりすぎるかもしれないけど、<laughs> とりあえず、かなりの取りすぎな,なっちゃうと思います。 うん。ああ、これはさすがにきつい、きつい。まあこういうきつめのが好きな人はこれでもいいんだけど、例えばコー,あコーヒーとかだと、えー、濃いめに出すと、まあ、酸味と苦味が強くなるけど、渋みっていうのはあんまでんほとんど出ないよ、渋みはね。紅茶はやっぱり渋みが出てくる。日本茶に近いよね。日本茶、緑茶。 緑茶とかに近い。まあ、要はカ,フェカテキンだよね。タンニン。それものすごく強い。うん、だコーヒーはストレートで、まあ苦くてもストレートで飲め、飲むのが好きな人はいますよ紅茶のこの渋さをストレートで飲むっては相当きついかもね。やっぱ、ミルクティー、こういう濃くしちゃったやつは、ミルクティーにするのがいいかもね。だ三3分ぐらい入れて、 牛乳で割ってミルクティーにすると、ちょうどいい感じで美味しく飲めるかもしれない。うん、紅茶っぽい味もちゃんと味わえるし、うん、渋さもね、牛乳でまろやかになって。うん。うん。うん、これはきつい。<laughs> 3分の紅茶をちょっと飲み切るのは相当きついね。これで、口を。てか、紅茶。 紅茶の口になってる口は紅茶でゆすぐっていうね。ああ、やっぱ、やっぱ本当飲みやすい。1分のは飲みやすい。うん、で2分だと、うん、2分もまあギリギリ、まあどうにか飲めるくらい。3分は相当きつい。はい。紅茶を3つ用意しながら、 今日はちょっとね、また実験というか、えー、以前ね、今までいろんな実験やったけど、えー、オフラインではビデオ通話の実験やったんだけど、ね、いろんな、えー、通話ねここ、ここにもあるけど、Discord とか、スカイホン、ライン g l e ーディオね、こうやっていろいろ、ここにあるやつね。この通話手段のビデオ通話の実験をいろいろやったのを動画作ってあげたし、えー、前回のライブ配信では、ね、Instagram ラ,ライブをやりながら、 まあここにある通話手段で通話をして、音声だけね、ちょっと聞いてみるっていう、そういう実験をしたんだけど、ほんと今日のメインは、もうはん、開始直後からやるつもりだったんだけど、<laughs> スカイフォンをやろうかと思ってる。前回ね、このスカイフォンだけはやってないんやってないスカイフォンだけじゃなくて、インスタグラムもやってないか。スカイフォンとインスタグラムはやってないんだけど、えー、スカイフォン、 の、ちょっとね、通話の音テストをやりたいかなと思ってます。テストというかね、も、ま、う、あ、本当は1時間丸々スカイフォンで喋ろうかと思ったんだけどね。えー、で、まあ前回ちょっと音声のテストやってて気になったのは、えー、私スマートフォンいろいろ持ってるからね、まず、まず、まず <laughs>、一番長く使ってるのはこれね、えー 5年ぐらい使っていた、えー、ASUS の z の n f o n e 2レイザーっていうね、スマートフォンで、えー、5.7インチかのこれぐらいのね、こんな感じのスマートフォンですが、えー、例によってこれ、もう画面がバキバキに割れちゃってるんで、もう一回落下して落としちゃって、バキバキに割れちゃってね、もうまともに使えなくなって、あ 一応普通には動作は普通に動くんだよね。動作は一切支障はないんだけど、画面触るとがそのガラスの割れたのがこうボコボコ指に当たって痛いし、痛いっていうか引っかかるしね。たまにガラスが刺さって指が痛くなってするから。<laughs> もう実用的じゃない。持ち歩くのもやばいってね。持ち歩いてるうちにまとわれちゃいそうだし。なのでこれはいろんな実験に使うために今使ってるんだけど、これ一つね。で、えー、で、これ。 これは楽天モバイルで購入した楽天ミニっていうね、ちっちゃいスマートフォンです。大きさで言ったら、こんなサイズの違いがありますけど、ね、並べるとね、うん。楽天ミニっていうちっちゃいスマートフォンです。これはもう回線は入ってないんだけど、Wi-Fi とかで使ってるんだけど、まあ、普段持ち歩いちっちゃいからね、持ち歩きには便利なんでね、持ち歩いて、えー スマホ決済とかで使ってます。うん主に使っているのは楽天ペイと au ペイだね。ほとんど楽天ペイばっかりだね、使うのね。あ、au <あ>ペイも使うか、えー。最近はポボを契約したので、えー、なのでポボのギガカツって言ってね、えー、お買い物、au ペイでお買い物するとデータ通信がもらえるっていうね、そういうギガカツっていうサービスみたいなのがあるからね。 そのために aupay をたまに使うことあるんだけど、たまにっていうかまだ一回しかそれやってないね、うんえー。そういう、まあスマホ決済で便利に使ってるやつね。で、もう一つ最近手に入れた、手に入れたっていうかね、なんか、えー、よ,よくわかんないんだけど、えー、こんな感じだね。これは Aquos Sense 5G っていうスマートフォンなんだけど、これ私が買ったわけじゃなくて、 ね、楽天モバイルから貸してもらった大容器です。ね。えー、なんで大容器なんかもらったかっていうと、うん、私の部屋で楽天モバイルの電波が届きませんってね、そういう報告したところ、なんか大容器貸しますがどうですかって言われてね、それで貸してもらったというね。だからこの中にはドコモの SIM が入っていて、データ通信使い放題、音声通話、えー、通話し放題っていうね、えー、超お得な ただこれも持ってるだけだけど、料金は一切かからないスマートフォンです。ね。0 <laughs> 円スマホです。ということで、今3つ持ってるんだね。1、2、3ね。で、前回の音声通話の実験でも、3つのスマートフォンいろいろこう、使い分けて、使い分けるっていうか、ね、<laughs> たまたまそれ使える通話なんでね。ね 違う通話しながら、まあ違う、違うスマホで通話しながらやってたから、内蔵されてるマイクの性能は多少違ったりするんだよね。それで、まあ、公平な比較にはなってなかったかもしれないけどね。特に楽天ミニの場合は、内蔵マイクがあまり性能はよろしくないと。そんな感じもしたんだけどね。で、今日は、あで、前回これでディスコードの通話やったんだよね。えー、で、その、 ディスコードの音声が一番良かったと感じられたんだけど、それはこのスマートフォンのマイクがいいのかもしれない。ね。その辺がちょっと分かんなかったので、そういう厳密な比較検証みたいなのを、まあ、いずれちゃんとやりたいと思うけどね。ライブ配信中にやるのはもうよ余興というか暇つぶしというか <laughs>、暇だからやってるだけの、えーまあ、実験なんだけど、うん ああ、カフェイン飲んでるせいかな。ちょっと口が乾いてくるね。えー、あとりあえず、今日ね、まあ、こっちとこっち、両方にスカイフォンのアプリ入れてます。えー、なので、えーまあ、両方ともスカイフォンで通話をして、えー、多少そのマイクの違いがあるかどうか比較してみたいと。今紹介しなかったけど、もう一個スマートフォンがあるね、これ。 今、コード繋がってるから、あれだけど。<laughs> これね。これは自分で買った、えー、楽天モバイルで買った、これどこのメーカーだっけ p o OPPO A555G、55S5G 55だったかな。そんな名前のスマートフォンですが、これがメインで使ってるんだけど、ここに、あこれで、ここにもスマート、あスカイフォンは入ってるんだけど、えー 受信受信のためにこれを今用意してます、ねえー。これで受信をして、で、この両方で発信まあ、こっちから発信をして、私のおっぽのスマートにスカイフォンかけて受信したらどう聞こえるかっていう、ちょっと違いをね、さらっとやってみたいと思います。まず、こっちの古い方のね、 古いからやっぱマイクロ性の性能も悪いんじゃないかって思うかもしれないけどね。ど、その辺どうなのか。スカイフォン。スカイフォンっていうのはね、このまま説明したけど、アプリをインストールするだけですぐ使えちゃうツ話ー,ーアプリです、ね。スマートフォンにで。スマートフォン専用だからパソコンでは使えないけどね、えー。で、アプリをインストールして私のホームページ、ちょっとホームページ見てみましょうか。はい。私のホームページに行くと、 なんか、北切りみたいな感じになってるけど、ね、前回と同じ服装ですが。えー、そうね。うん。まあ、ご依頼方法から言ってもらうか。ご依頼方法に行って、えー、ビデオ通話でも音声通話でもいいんだけど、音声通話占いとクリックすると、えー、ここにスカイフォンってあります。で、このスカイフォンのとこをクリックすると、 スカイフォンのホームページに行くんだけどね。ここでダウンロード。えー、iPhone 用と Android 用両方あるのでね。ダウンロードして、インストールすれば、すぐ使えるようになります。で、このスカイフォン番号はってある、このね、数字03620091ところ。まあ、これをそのままね、スカイフォンのアプリから、スカイフォンのアプリ開くとね、えー、天気パッド。 キーパッドが出てくるので、そこに数字を入力するだけで通話できるんだけど、ここをクリックすると、えー、自動的に、えー、スカイフォン立ち上がります。今パ、パソコンだからここをクリックしても何も起こらないけど、スカイフォンを入れてあるスマートフォンで、このページを開いてね、この数字のところをクリックしてあげると、スカイフォンが自動的に起動するような設定がしてあるのでね、 それでもか、まあ、番号を直接入力しなくても簡単に通話できます。私の、私に通話するときはここをクリックしてもらえれば、クリックというかスマートフォンで開いてタップだよね。<laughs> えー、あるいはビデオ通話も同じ。ビデオ通話のところでも、スカイホンであって、このね、番号のとこタップ、クリックすれば簡単に通話できます。それとか、まあ、私のこの、 ライブ配信中って書いてあるここのボタンね。ここをクリックすると、こういう、アポロンオンライン時に、音声やチャットで相談するっていうページに移動するからね。ここで、えー、すぐにつながる通話しな。ちなみに、ここステータス表示は説明ってあるけど、まあ、すぐ話は脱線するけどね。<laughs> を見ると、一応一通り説明があります。で、オンラインの時に、えー 私を呼び出してもらえればいつでもつながるし、一時退席中とか取り込み中の時はつながらないこともあります。逆につながることもあるからね。ら一時退席中とか取り込み中になっている時は結構多いんだけど、それでも、えー、今すぐそうね、電話したいとか、今すぐ話したいというには、取り込み中でも遠慮なく、うん、連絡取ってみてください。で、私が本当に取り込み中なら出ないし、 あのー、取り込み中でも出られるときは出るからね。だから取り込み中でも遠慮なく、うん、呼び出してください。<laughs> で、ライブ配信じゃ今、ライブ配信ですね。で、無料占い受付中はこの後1時間ぐらい、この表示になるんだけど。で、オフラインの時も取り込み中と一緒で、通常は出ないけどね。えー、出るかどうかわかんないので、一応かけてみて、出なかったらメールとかで予約してください。で、それは余談なんだけど <laughs>、 すぐにつながる通話手段。ここを見ると、ね、いろいろあります。お電話、SNS、スカイフォン、スカイコール、Google ディオ、シグナル、WhatsApp、バイバー、i n e ね。こんだけ、ここにあるのを使えば、私オンラインの時とかならすぐにつながります。ね、でこれスカイフォンもあるので、こうスカイフォンをクリックしてもらうとここ、ね、説明があります。スカイフォンのご利用についてで。アプリをインストールするとすぐに通話可能になります。電話番号は で番号書いてあってね、この番号のとこをさっきと同じ指でポンとタッチするだけで簡単に通話始められます。わかんないときはこうダウンロードしてもらえばね、ダウンロードできます。なので、えー、スカイフォンまずインストールしたらもうここクリックするだけです。はい、ということで、私のスマートフォンから私にすぐ電話かけてみますよ。 はいかけましたはいえっ、ー、とこれもうすでにねスカイフォンでつ、えー、しゃべってる音声ですもうこのマイクは関係ないこっちの、ね、スカイフォンスマートフォンのマイクで入力してる音声です ちょっと音大きいかな。まあいいや。で、結構入力感度良さそうですね。私は、まあ、マイク、これぐらいの距離で、これぐらいの距離で喋ってて、えー、しっかりと音声拾ってるようですね。結構、思ったより音大きいよね。うん、大きお客が大きすぎてちょっと、あれだな。これぐらいがいいんじゃないあ、あ、あ。 ほんとでかすぎた。まだ大きいか。で、うん、スカイフォン、まあこれ、そうか、設定で今、あの、音質ちょっと低めに設定してあったの忘れてたけど、どうだろうあ、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 そうか。え音質どうですか 低めの設定にはしてあるんだけど、このスカイフォンの設定で音質の設定があるんだよね。3種類あって、低音質と高音質と標準音質。で、もう1個、ね、自動っていうのがあって、まあ、自動はおそらく通信速度でうまく調整してちょうどいい速度にしてくれるんだろうけど、えー、通信回線が、ねえー、低,低速の通信回線とかね、不安定な回線を使っているときには、 低音質にすると安定するとかね、高音質にすると逆に、えー、不安定になりがちなのでね、えー、そのうまく調節してね、ちょうどいいのを自分で選んで通話できるようになってるんでね。まあ、そこまでする、まあ、他のアプリだとそういう設定はあまりないけどね、ほとんど自動でやってくれるからね、そういうのね。でも、スカイフォンは自分で任意でこう決めることもできる。私、ちょっとたまたま設定低くしてあったから。それで通話するとこんな感じっていうね。なので、一回ちょっと切って、 試しに高音質、一番ね、音質のいい状態で通話してみたいと思います。一旦切りましょう。はい、切れたね。<laughs> はい、そして、今、今はこっちね、このマイクね、普通に、通常のライブ配信の時に使ってマイクで喋ってますよ。で、えー、設定を変えて、スカイホンの、ちょっと私すっかり忘れてたので、高音、ちょっと、 うん、通話音質っていう設定で、4種類あるのね。自動と低音質と標準音質と高音質。で、インストールした直後、標,標準音質になってます。だから、まあ、普通自動にしておくのが初期設定だと思うんだけど、なぜか標準音質なんだよね。初期設定が。で、これ今、高音質に変えて、もう一回アポロさんに電話かけます。 はい。えー、音質ちょっと変えて、ね、スカイフォンで通話してる状態です。さっきとほとんど変わってないよね。もともと、まあ、低音質でも相当いい音質で通話できるってことなのかもしれないけど、これがスカイフォンの高音質。まあ、使ってるスマートフォンは全本2レーザー。エイスースの全本2レーザーっていうスマートフォンで通話しているスカイフォンの 音声です。かなり音質は良くなると思います。えー、通信速度はこれ、今、Bluetooth のテザリングで受信、いやこれ、キとしてね、やってるから、最大で 1Mbps ぐらいしか出てないんだけど、あどうなんだろう ?1Mbps も出てるかわかんない。ちょうどいいの。どうなんだろう <laughs> えー、あでも、途切れずにちゃんと聞こえてるかな私、 自分の声聞きながらちょっとやるの難しいんでやってないんだけど、スカイフォンのちょっとね弱点は、え瞬間瞬間はね、結構高音質で通話できるんだけど、たまに途切れたりとかね、え声がロボットみたいになったりとか、あるいは遅延、音が遅れて聞こえてくるってやつね、そういう遅延がかなり大きくなったりしがち。スカイフォンの弱点、本当に遅延、一番大きな遅延なんだよね。 相手と自分がこうちょっとタイミングがずれたりしても、まあ、会話ねかみ合わなくなったりしがちなのがスカイオンのね弱点です、まあ、この私の口映像に映ってるこの口,口の動きとが聞こえてくる実際の音声ね、えー、それをこうちょっと見比べてもらえればなんとなくわかると思うけど、えーまあ、実際の動いてる口よりも音が遅れて聞こえてくるように見えるんであればそれが遅延です ね、どれぐらい、まあ、1秒、2秒って、そんな大きな遅延ではないかもしれないけどね。もしかしたら、ひどいときは1秒ぐらい遅延があったりするかもしれないけど、えー、結構大きな遅延があるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。はい。とりあえず、音質と遅延、えー、確認してみてください。これが、えー、全、エイスース全本ツーレーザーのマイクの音声です。じゃこれ切って。はい。こっちに戻りましたよ。 じゃあ今度は、この大容器で借りてきたやつね、これ。えー、これは何だっけアクオス、シャープのね、メーカーはシャープのアクオス、えー、んだっけ、名前。アクオスセンス 5G だったっけアクオスセンス 5G っていうね、名前の、ね、欠陥品として有名なスマートフォンです。画面の大きさはね、画面というか、スマートフォン自体のサイズは さっきのエ s ススのこれとほ,ほぼ一緒。ちょっとほんの一回り、微妙に大きい、大きさ大きいけどね。大きさ変わらない。ちょっと重,重さ、重量は結構重たいんだけどね。178g。えー、でも、薄さは結構薄いしね、うん。まあ、持った感じはそんなは、まあ、手にフィットする感じいいんだけど、重たいんだよね。だからよ、また余計な話になるけど、こうやってよくスマートフォンでね。 ゲームやったりする人もいると思うし、あるいはこうやって手に持って YouTube の動画とか見たりするかもしれないけどね。あの結構こう重たいから手が疲れてくる可能性がある。<laughs> それぐらい重たい。まあ男性の私がそう思うくらいだから女性だったらね、普段あんまり重いもの持たない女,女性の人はちょっと扱いづらいスマートフォンかもしれない。まあ最近のスマホはみんなこのくらいの大きさとか重さになってるからみんなね当たり前だと思ってるかもしれないけど、 もうちょっと軽いの選んだ方がいいかもしれないよね、うんえー。例えばこの楽天ミーなんかも超軽いし超小さいから本当は一番いいんだよね。<laughs> 女性向きな感じで。ただ画面がちっちゃすぎてよく見えないっていう弱点があるけど。まあ、画面の大きさ的にはこれぐらいがベストだよね。ベストっていうかわかんないけど <laughs>、はい。また話が脱線してますが、えー、このスマートフォンで、えー スカイフォンで通話してみます。同じアプリです。アプリは一緒。はい、で遅延なんかも一緒だろうけど、うん。まあ、性能がいいからもしかしたら遅延が多少改善してる可能性はある。はい。かけてます。はい、来ましたよ。はい。どうですかえー これは今、えアクオスセンス 5G でスカイフォンっていうアプリで通話してる音声で。設定どうしたか忘れちゃったけど、多分、高音質の設定になってるとは思います。あと確認しますがせ。もしかして標準のままか、高音質にしたか忘れちゃって、高音質になってると思います。えー、で、マイク、今比較したかったのはさっきの、こっちの音声と、 違いが出るとしたらマイクだよね。マイクの性能がどの程度差があるかってことだけどね。うん、さっきのやつとこっちのマイク、うん、同じように、全く同じように聞こえるのか、多少違いがあるのか、どうなのか、そのようなところを、えー、確認してみたかったんです。<laughs> で、なら前回音声テストやったときね、通話テストやったときに、こっちのスマートフォン使ってる時の音質って、 比較的、まあ、通話アプリが悪かったのか、これが悪いのかよくわかんないんだけど、これを使ってるときの通話はなぜか、音質が若干劣化して聞こえたんだよね。もしかしたらマイクの性能が悪いのかなと思ってね。まあ、それも、まあ、今はちょっとライブ配信中の簡易的な実験だけど、後で私、オフラインで、自分でちゃんと正確にね、詳しく検証はしてみたいと思うけど、多少違いが出るっていうね、 その可能性も考えていますで。スカイフォン、もっと特徴的なのがあって、最初に言った音質の設定だよね。低音質から高音質まで3種類、まあ、自動っていう設定も含め4種類、ね、設定があるんだけど、えーまあ、それ以外にもいろんな設定があって、まず、ボリュームアップって言ってね、ボリュームアップボタン、これはマイクじゃなくて、多分スピーカーのボリュームアップだったら関係な感じだけど。 設定の中になんていいう名前書いてあったっけマイクブーストみたいな、マイクの入力音声を大きくする設定があったりとか、まあ、これは音が大きくなったり、小さくなったりするとかね、音質はそれほど影響ないんだけど、一番こう大きな違いで、ね、ノイズキャンセルっていう設定がね、これはもう通話開始した時には自動的にノイズキャンセルが有効になっています。ノイズキャンセルは当然、周りの、ねえー、雑音をカットしてくれる機能。 最近の通話アプリはほとんどこのノイズキャンセルの機能が自動でついてて、わざわざ有効にしたり無効にしたりしなくても、もう、最初からそういう機能が使えるようになってたりするんだね。れていか有効になったりするんだけど、えー、スカイホンの場合はこの画面にね、ノイズキャンセルっていうボタンがあって、えー、任意で切り替えることができるようになってます。ちょっと、この、ね、有効になっている状態を切ってみますよ。オフにしてみます。ノイズキャンセルをオフにすると、 こんな感じですが。どうですか多少違い出たもう一回ちょっと有効にしてみるよ。ああ。だいぶ違い出るんじゃないもう一回有効にするよ。あ、向こうね。マイノイズキャンセルを無効にします。ああ。 あノイズキャンセルを有効にしようが無効にしようが私のしゃべってる声はそんなに変わらないまあ声自体も多少変わることもあるけどねあの私の声は割とノイズと勘違いされやすい声なので <laughs> クリアなボイスではないのでねなので私の声自体がカットされちゃうこともよくあるんだけどえー、まあ普通は人間の声はきちんと拾ってそれ以外の雑音だよね えー、パソコンから出てくるノイズだとか、えー、窓の外をこうてか家の外を走ってる車の音だとかね <laughs> そういうあ扇風機の音だとかエアコンの音だとかそういう日常の雑音をできるだけカットしてくれるというノイズキャンセルこれ、うん、やると静かになるんだけど今はそのノイズキャンセル無効にしてあるのでいろんな雑音が入ってきやすくなってます。それほどど雑音は入ってないって思うけど あの私が黙るととねあの分かりやすくなったと思うけどもしかしたら外に外に鳴いてるカエルの音だとかね <laughs> 真夏の昼間だったらセミの鳴き声とかねあるいは小鳥の鳴き声とかそういうのも入ってくると思うけどちょっと静かにしてマイクを外に向けてみすよ。お前入ってこないか。 パソコンの近くにちょっとやってる。ノイズが出てるから。あんまりノイズ拾わないかな。<laughs> もともとそんなノイズは拾わないみたいだけど。えー、まあ、一応ノイズキャンセル。うん、ノイズキャンセルを無効にしておいた方が、 綺麗に逆にきれいに聞こえたりとか聞こえやすくなったりするので通話してる最中ねちょっと聞こえづらいとか、ね、途切れがちだとかいろいろ言われたらノイズキャンセルを無効にしてみた方が聞こえやすくなる場合もありますノイズキャンセルを有効にしてると声が小さくなったりとかね逆に聞こえづらくなることもあると思いますじゃあ戻りしますよこれでノイズキャンセルを有効にしてる状態ですちょっと私 このヘッドホンでね、自分の喋ってる声を多少、モニターしながら <laughs>、モニターしたり、音量で絞ってね、聞こえなくしたりしてるんだけど、自分の声聞いてみると、ちょっとなんか、あんまり綺麗じゃないよね。あのもしかし、いや、高音質なはずだけど、やっぱマイクのせいかもしんないね。<laughs> さっきのこっちのは綺麗に聞こえてたような気がするけど、さっきのせいかな。<laughs> はい、まあじゃあ、スカイフォン。 ここんな感じでですとということで、えー、かなり綺麗な方だと思います。前回実験したディスコードと比較してどうかのっていうのもよくわかんないけど、ディスコードは、ね、意外とね、びっくりするぐらい綺麗だったんだよね。もう、このパソコンのマイクよりも、パソコンってこのヘッドセットね、このマイクよりも全然音が良かったように聞こえたんでね。うん、私も普段これずっとライブ配信やってるし、動画作成もこれやってるから、 私の普段の声はそんなにいい声、元、ま、から悪い、そんなにいい声じゃないけど、あの、ね、生の音に近い声ではなかったかもしれない。ね、マイク特有のちょっとこもったような声に聞こえてたかもしれないけど、ディスコードでやった時はかなり私の生の声に近い、かなり高音質に聞こえていたんじゃないかなと思います。でスカイホンの場合はどうかっていうことだよね。 スカイフォン高音質っていうけど、ノイズキャンセルを有効にしてるとそんなに音質良くない。多少劣化するので、本当の意味の高音質を体験したい場合には、こんな感じで、ね、今ノイズキャンセル無効にしましたが、ノイズキャンセル無効にすると本来の高音質のツアーできるようになるので、いろいろ試してみてください。はい、今少し,しっスカイフォンで喋ってみましたが、こんな感じでしたでしょうかね。はい、じゃあ切ります。 えー、スカイフォン、こんな感じでした、うん。で、今日はちょっとした実験だったけど、あの、次回予告しておきますが、まるまる1時間、スカイフォンか、あるいはそれ以外何かね、別の通話な,なんか使って、まるまる1時間、えー、一つのアプリで、ね、つ、えー、音声を使いながら、ライブ配信やってみたいと思ってます。 なので、当然、スカイフォンを使えば、スカイフォンで占いの依頼を受けられなくなるけどね。通話中なので。まあ、でも、えー、もし他の通話手段で依頼が入った場合には、それで通話できるので、それやりましょう。はい。えー、じゃあ今日は時間になったので、これぐらいにしておきましょう。この後はいつも通り、3D 仮想世界、セカンドライフ、またはディスコードで無料占いを受け付けてます。 パソコンの人はセカンドライフ、スマートフォンの人はディスコードの方に来てください。えー、23時頃まで無料占い受け付けています。23時過ぎても、私がオンラインっていう表示ね、さっきね、えー、パソコンの画面で見た、えー、オンライン表示になっている時には、私はいつもね、無料占いでも受け付けられるので、えー、遠慮なく呼び出してください。 ね、先ほどあった、すぐにつながる通話手段、スカイフォンも入ってますが、で、呼び出してもらえれば、えー、通話できます、えー。無料占い、あるいは有料占いもできますが、いつも遠慮なく呼び出してください。では、今日はここまで、また遊びに来てください。さよなら。